サマーズの Q 様見てたら、ええ、あれできんじゃん。あら7番目ぐらいまで。でうちの二色松永に、ちょっとこれできるよ私、大喜び。それで昨日あやっぱ私が出るとここまでしなきゃテレビ出れないかってのあると嫌だなっつったら、向こう乗りに乗りまくってんだ。Q 様のスタッフ現実味を帯びてきましたね。なんかクイズ好きになっちゃう。6番か7番だったらできんだよ、なんとなく。浜田さん、今あのディレクターから耳あの入りまして、はい、Q 様決定。そう言われるとプレッシャー。そう言われるとダメなの。スタディーですよ。そう言われるとダメ。難しいな。難しい。そう言われるとダメって言ってももう決まったらしいですよ。いや、言葉のは大丈夫。どう大丈夫ですか。出たいって言ってみたり好きで見るようになったけれど、そう出てくれと言われるとちょっと、うん、ちょっとそう時間くれるかな。そうですか。はい。はい、いや、まずだから今日のできたら出来具合です。そうですね。あのペケポンの出演も確実に決まっておりますし、断る予定もないということですから。ただいつもペケポンはアコさん緊張のあまり、そうなの、なかなか思うような結果が出ておりません。はい。川柳四天王に負け続けているアコさんのために、はい、まあ過去のペケポンの問題で、はい、ちょっとトレーニングしようということでございまして、はい、実際にね、もうリスナーの皆さんからあこういう問題ありましたと届いております。はい。横浜市旭区のラジオネームコッペパンさんからペケポンの川柳の過去の問題、はい、送ってくださいました、はい、この川柳は、うん、年齢でサバを読んでいたのに、うん、バレてしまうという悲しい一句です、うん、年齢でサバを読んでいたのにバレてしまうという悲しい一句の下を当ててください、はい、実年齢、うん、明るいライトがほにゃららし。明るいライトに関係あんね、これは実年齢、年をさば読んでたんだから。明るいライト、こっちは絶対明るいライトだ、実年齢じゃなくて。素晴らしいです。ライト、ペンライト、え、明るいライト、明るいライトにこだわるというアプローチはすごく正しい。実年齢、明るいライトでシワが出る、シミが出る、ライトですよ、ま、ライトはライトにこだわると決めたんですよ、ね、はい、ライトは、暑いか明るいか、ライト照らすでしょ、うん、明るいライト、非常にペケポンによくあるヒットの言い方をします、はい、まあ、ライトを別の言い方にすることによって2つの意味が出てきます、うん、そうそう、2つの意味っていうのが、はい、サバを読んでいたのにバレる、バレる、はい、ライト、電球、電気、明かり、ライト、軽い、出ない、もうちょっとヒント、もうちょっとヒント、もうちょっとヒント、これはですね、ライト、一発で当てるのは無理だ。そうですね、あれ何回か回ってきますから、ね、はい、明るいライト、ライトを違う言い方にする、それは日本語です、うん、電球とかそういう意味は、ね、もっと大まかなくくりの言い方にするんですが、うん、その言い方は年齢がバレるという意味にもつながります。年電球電気、ライトを違う言い方でひたすら探していくというアプローチがいいかもしれませんね。ライト、やはりここのスタジオにもありますけど、この、うん、ライトだよね、テラス、うん、テラスも来ましたね、ほとんど。あ、そう、いつぐらい開いた？テラスという言葉はまた違う言い方ですね。テラスという漢字を書いてみると、うん、うん、テラスですね。テラス、明るいライトでほにゃららし。もうだって曲を50秒にかけなきゃいけないと思う。それだけでいろんなこと気にしてる。そうなのよ。答えを言いましょう。はい。実年齢、はい、明るいライトが、はい、照明し。はあ、なるほどね。照明なんですね。照明、この照明ちょっと暗いねとか、あ、よく言いますけど、例えば。それじゃさ、もうここの天井持ってな、これは照明とは言わないからな。お前んちは家の中にあるの照明っていうの。これが恐怖の脳トレです。出題者が最終的に追い詰められるという怖い
ためにもいつも心がけなければならないことを読んだ一句です、はい、温暖化、はい、未来のためにも、うん、ほにゃららら温暖化、うん、未来ヒントは何ですか。全く出てこないわ。はい、5文字ですがヒントはですね、はい、5文字は知ってます未来のためにもほにゃららに入る言葉はですね、まさに温暖化が叫ばれているので、はい、我々は森林を減らさないという意識が大事です。はい、それ問題と一緒ですよね。はい、森林を減らさないため、森林を減らさないという今、ま、伐採しないってことだよね。森林をね、はい、減らさない、伐採という言葉は非常にキーポイントです。え、あ、そう、はい、その伐採というものを違う言い方に変えてください。で、それは2つの意味になります。はい、伐採は我々の意識として非常に高く持ってましょうということですね。はいはいはい、まあ、もう時間ないよ、本当に。はい、あと10秒ですね。すいません、無理です。時間のこと忘れてました。無理です。はい、はい、答えは、はい、温暖化、はい、未来のためにも